では下のあれちゃん、うちいつ結婚すんねやろな。あ、今日のテーマは、今日ではズバリ結婚ではないよこの間ねインスタグラムで問い合わせてみたの、みんなの周りのヤバい人たちエピソードを、うんうんうん、なんかそういうのちょっと読んでいったらいいなと思って。お、聞きたい。浮気されて問い詰めたら一人の男性域じゃ満足できないって言われたえ、そんなことある？彼女が浮気をして浮気してんだろお前っつって問い詰めたら、だって一人の男性域じゃ私は満足できないのかって言ったらしい結構正直だね、それそれいくらでもいろいろ言い訳できんのに、うん、言い訳すらしてないよね。デートがご飯かホテルで、まあ、ご飯食べた後に必ずホテル行くっていう感じだった。だから不安になって私はセフレなのって問い詰めたら違うしってキレられて、うん、そっから振られた。ちょっと待ってごめんなさい笑ってない初めて付き合った男性だったから男性不信になりました。もうなるよね、会おうってなって、うん、ご飯食べに行って、うん、よっしゃホテル、っていうのを私セフレなんってなるよね。なる。他に行きたいよね。高校の野球部が甲子園出場したからスタメン全員を癒してあげた元カノちょっと待ってどういうこと？野球部全員を食べたってことってことか。え、すごいな。そすごい。だからみんなで話してたら俺もやったことあるわ俺もやったことあるわで割れたってことは、そういうことじゃない？癒し系の人なんだね。そんなポジティブな人ないの？みんなすごいエピソード持ってるよね。股間がよく膨れ上がる同級生がいてあだ名が勃金担任も普通に次勃金と指名してたらしい。先生先生も乗ってんじゃねえよな。ダメだじゃあ次勃金答えてみたいな感じ。かわいそう。そんなに立ってたってこと？先生が言うぐらいってことはねすごいってこと。大学時代に授業が終わった後の教室でプレイ中のバカップルに遭遇したことありますって。自分もちょっと見ちゃったことある。ちょっと学校行ってる時代なんだけどかくれんぼしてたの、うん、まあその年でって思うかもしれないけど、かくれんぼみたいななんか冗談でやってた時に校舎の屋上に上がる階段があって、階段上に上がるとさなんか扉があって閉まってんだよね通常は。だから誰も行かないのそこに、登れないから。でそこで隠れようと思ったの。走っていってぐらい上がったらもう真っ最中みたいなもう見てしまったことはあった。わーってなって、で二人とも目合っちゃったの。あれちゃん目合っちゃったうわー、その人たち楽しんでるね。大人になってからあの話せることができるってことね。昔はこういうことだったのよみたいな、まあ、許してあげてはい。電車でポッキー食べてたらいきなり知らないお兄さんにポッキー1本食べられました。え、食べててで出してる時に横であっつってこれおかしいでしょ。でさ相当お腹空いてたんだろうねね、こう出してる時にホンっつって怖い。え、ちょっとやりたいかもそれ。誰かポッキー出してたらちょっと私ちょっと食べるかも友達の元カレ年齢10歳以上サバ読み、元カレの実の兄の嫁との隠し子が全部別れてから判明したこと。え、待って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 、どういうこと頭が混乱する。もう一回。彼がいます。その彼が10歳年齢をサバ読みしていたと、うん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 、まあそれいいとして、で元カレの実の兄彼氏のお兄ちゃんの嫁、うん、と隠し子がいたってこと。お兄ちゃんの嫁を寝取ってしかも隠し子を作ったってことだ。そういうこと。やべえ、わあ、それはやべえな本当に。ちょっと身近でやりすぎだねそれ。もうちょっとなんかね他になんか見つかるんじゃない。大学の女友達と遊ぶ約束していたけど当日すっぽかされて電話やメールをしても永遠に無視された。もう消えたってことね。それももう遊びましょうって言ってもう完全にそれをすっぽかした上にも消えたのね。音信不通みたいな感じの。ちょっと心配なんだけど無視ってことは、まあ、既読はついてたってことなんじゃないかな。次、おしっこしてるとき 100% トイレを覗いてくる女友達。え、
平気ってこと？癖なのか、もう好きなのか、狙ってるのか。え、怖い。昔付き合ってた彼女に行きつけの喫茶店に呼び出されたのよ。喫茶店に行くと知らない男と並んで座っている彼女がいたんだって。え、あ、そういうこと？そう。で、2人で座ってるから、うん、え、何この雰囲気と思いながらも、店に入った瞬間に僕と目が合って、そしたら2人はパッて立ち上がって、うん、ペコリってして、そのまま店を出て行ったんだって。何それ？ってパニックになってたら、うん、マスターが何も言わずに美味しいコーヒーを出してきたんだって。それ何、どういう状況？見せつけ？お世話になりました、さよならってことなのかな。新しい人できたんでさよならってことなのかな。すごい残酷。そんなことある？浮気カミングアウトからの、でもあなたのことは嫌いになってわけじゃない、1位から2位になっただけ。なんか深いさ。1位から2位になっただけってなんやねんそれ。君の顔タイプだから性格に問題なければ付き合おうと検討していると言ってきた男が会社の後輩。なんかすごい上からだね。うん、だからこっち全然さ付き合うつもりもないけど、君僕のタイプだね、まあでも性格も良かったら付き合ってあげてもええでみたいな。すごいな、すごい自信満々やん。まあ、元彼の家族が陰で私をブスと笑ってて、うんうんうん、元彼がそれを申し訳なさそうに伝えてきた、うん、それから2年耐えたけど何もかも嫌いになって別れたら未だにあのことを怒ってるのみたいなことを言われて、そして新しい彼氏ができてツーショットを LINE のトップ画にしていたらムカつくだの長文が来た、うん、友達としては普通にいい人だったのに彼氏になると デリカシーないしダメ男だったという感じです。まあでもそういうのあるかもね、うん、友達としてのなんか距離感をちょっと保ってるような状態でいるとすごいいい人だけど、なんか付き合った瞬間になんか安心しすぎるのかな、思いやりがなくなっちゃう人っていうのいるよね。いたしてる時にホテルで急に首を絞めてと言ってきた元さやでしたが、とりあえず絞めました。あのね、これはね、あの私も首絞めるのが好きです。絞めるのが好きなの？まれちゃん絞められるのじゃなくて、あ、どっちも、あ、え？ごめんなさい、すいません、暴露しちゃいますけど何を言うてんねん、もうカットで。カットしません。初対面の男性が腕をゴリゴリ触ってきて、しつこく吸ってないっしょって言ってきました。あー、毛の処理してるかチェックってこと？吸ってないっしょ、吸ってないっしょって触ってたってこと？あー、恥ずかしいよね、それでも。え、吸ってないけど何かって言っちゃう。好きだったらいいじゃない、もう入ってても。まあ、そうだよね、どうなってて もう好きだったら何も気にならなくない？うん、皆様ご視聴ありがとうございました。なんかちょっとゆるーくね、喋ってるだけだったんだけど、これからもいろいろちょっと募集してどんな企画をやろうか考えてるから、もしこんな企画やってほしいとかそういうのがあればどしどしコメントでお願いいたします。バイバイ。